70年代大人気だった青春学園ドラマで、ちょいワル柴田くんで大ブレイクした。俳優の井上順一さん。いつからか、お姿を拝見しませんが、どうされているのでしょう。気になって調べてみることに。井上順一さん。1958年生まれの62歳。東京の山の手育ちで、父親は一流出版社の管理職でした。1974年、偏差値70もある進学校、早稲田大学高等学院1年生の時に、なんとジャニーズ事務所へ入所、ジャニーズジュニアとなり、1975年シングル「恋人ならば」で、レコードデビューした井上さん。厳しい校則と勉強にもめげず、同校を無事卒業しています。ちょうど、郷ひろみさんが抜けた直後の、苦しい台所事情の事務所を支える、ポストひろみとして、クリーンエイジの白い恋人という、ちょっと、ん?となるキャッチで活動しましたが、アイドル歌手としてはパッとしない一方で、俳優としては、めきめきと頭角を現します。映画、初恋の主役に大抜擢されたり、ドラマ、夕日が丘の総理大臣や、朝日が丘の大統領、池中玄太80キロなどの、人気ドラマに立て続けに出演して、その爽やかなルックスを武器に、俳優として大ブレイクします。しかし、今でも驚くのは、宮内潤さん主演の学園ドラマ、朝日が丘の大統領での生徒役の時、すでに30歳近かったにもかかわらず、爪襟の学生服に違和感がなかったこと。井上順一さん。他の筋トリオのブレイクまで、低迷する事務所の中心で活躍しますが、1990年代以降はドラマでもレギュラーではなく、次第にゲスト出演が増えていき、2000年代に入ってからは、それすら、わずかなものになっています。一体なぜなんでしょうか。考えられるその一つは、事務所の遺跡だと言われていて、すでに、その頃は他の筋トリオが、事務所の稼ぎ頭になっていたことも、その引き金になったのではないかとも、腐っても、銭ですから、やはり、そのカモがなくなったことが、出演機会が激減した要因とも言われています。もう一つは、結婚。1990年、結婚したそのお相手とは、ドラマの中と同じように、付き合ってると噂された、お騒がせ女優の藤谷美和子さん。ではなく、女優やアンパンマンの声優として活躍する、戸田恵子さんでした。二人の馴れ初めは、舞台、踊れ艦隊のレディーたちで、共演したことだそうです。戸田さんは再婚でしたから、いろいろとあったのかもしれませんね。さらには、30歳で高校生役をしていた、井上順一さん。どうしても、そのイメージが強すぎて、役者としての幅を広げることが、難しかったからではないでしょうか。直近では、2019年ドラマ、相棒での出演が、最後となっていますから、こう見てくると、やはり、時代の流れが変わってしまったことも、一番、大きな要因だったのかもしれませんね。ところで、プライベートはどうだったのでしょう。1990年に戸田恵子さんと結婚後は、夫婦で画廊をオープンするなど、おしどり夫婦で知られた二人ですが、18年後の2007年に極秘離婚していたことが発覚。離婚の原因は何だったのでしょうか。実は介護が問題では、とも言われていて、戸田恵子さんの母親が、癌と認知症で介護が必要になったことで、2001年頃から戸田さんは介護のため、母親と二人暮らしを始めたことで、自然と別居状態になったと言われ、井上さんも一人になった寂しさで、とある宗教にはまったと噂され、その後は心も離れていったのでしょう。義母が亡くなってから離婚したという二人。夫婦で介護をする選択肢がなかったのも、そうなる以前にすでに、夫婦間で何かあったからかもしれません。
二人には子供もいませんでしたから、大人としてきちんとした別れだったようです。井上純一さん、ある番組の中で、芸能界で一番世話になった人物は？と聞かれて、総理こと中村雅俊さんかと思ってしまいましたが、意外にも開口一番出た名前は西城秀樹さんだったのです。どうしてなんでしょうか。二人の出会いはというと、西城さん主演のミュージカル坂本龍馬だったといいます。1989年の上演の時のこと。もともと坂本龍馬のファンの井上さんは自費でチケットを購入して感激したところ、あまりの素晴らしさに感動したそうです。後に偶然ゴルフ場のパーティーで同席、まだ西城さんと面識がなかったのですが、勇気を振り絞って舞台に感動したと告げたところ、西城さんはミュージカルの再演が決まっているから中岡慎太郎の役で出てほしいと、その場で突然のオファーを受けたんだそう。そこから交流が始まったそうです。ご近所さんだったこともあって、毎日のように一緒にご飯を食べるほど仲良くなって、半ば付き人か弟のような存在だったとか。また井上純一さんだけでなく、元妻の戸田恵子さんもかつてあゆあけみ名義で歌手として活動していた頃、新御三家として人気絶頂だった西城さんと知り合っていて、辛い時に優しく声をかけてもらったことがあるんだそうです。井上さんと戸田さんが結婚してからは西城さんと家族ぐるみの付き合いになったそうです。毎年海外旅行まで一緒にするほど親しい関係だったそうです。ですから番組の中でも井上さんは未だに秀樹ロスだと言っていました。いい思い出が山ほどあるんでしょうね。井上純一さん、30歳で高校生役を難なく演じた、その甘いルックスは忘れられませんね。今や渋みも増していい味が出てきていますから、これからの活躍を期待して陰ながら応援していきたいと思います。いかがでしたか。時の流れの速さに戸惑いすら感じますね。あの柴田くんももうさすがに詰め襟は無理ですよね。冬木くんや山川くん、遠藤くんはどうしてるかな。また調べてみよう。それじゃ、またねー。